草戸屋さん、しおこれでございます。7月20日夕方5時となっています。あたり一帯は白く、曇りという天気ですね。今日はスーパーに行った帰りなんですけど、見つけましたよ、ついに。夏本番ということで、クモアースというものを買いましたが、僕は以前ね、蛾専用のスプレーとかないのかっていうふうに言っていて、ただまあ夏本番じゃないから、緊張るとかアースノーマットとの、電源コンセントで使えるようなやつとか、なんかそういうものしかなくて、あとはゴキブリっていう風になんか一気にレベルが上がっちゃうんですよね。ゴキブリってもうラスボスみたいなもんでしょ。だからその中間がないと思ったらいっぱい出てきましたね。ちょっとこれの話は後として、とりあえず種類としてはですね、蚊の次にアリがいて、アリ用のスプレーがいて、でアリの次に、ムカで、あとなんかハエよりもでかいカメムシみたいないっぱい昆虫のマークが書いてあって、これにも効く、これにも効くっていうやつはもうちょっと気持ち悪くて、そのパッケージというかここにいっぱい書いてあるんですよ。ムカで、なんだっけ、もう名前も分かんないや、なんかセミよりもちっちゃいなんか昆虫みたいな虫にも効きますっていう、万能型スプレーで、このクモというのが増えていて、であとハチ、ハチ用のやつゴキブリっていうパターンで、ガ用っていうのはなかった。もしかしたらここにはそのなんかポケモン図鑑みたいにいっぱい対応する虫が書いてあったんですけど、そこの中にもしかしたらガがいたかもしれませんが、そのシルエットを見ただけでちょっとあまり手に取りたくなくて取らなかったんです。でもその中でなぜこのクモを買ったかっていうと、駐車場のね、自宅の駐車場に、こっちは普通の車が止まっていて、ここに耐震用のその鉄柱があるんですよ。で、ここのドアを開けて入るときに、こう入ってくるところにですね、ちょうど消火器があって、消火器にぶつかることが多々あるわけですよ。だから、僕はそうやってこう、なんていうの、そちら側から隣の車の方が広いので、そちら側からこうぐるって回ってくるんですけど、この運転席後ろの後部座席のところからその鉄柱をくぐり抜けて侵入してくるときに、時々クモの巣に当たるんですよ。で一番最悪だったのが、わ、なんかクモの巣に当たったなと思ってこうやっているじゃないですか。で普通に運転するでしょ。で運転するときにこの辺になんかタタタタっていうちっちゃいクモがいることがあったんですよ。それがすごい怖くて、ふわーってなって、まあ、ハンドルを動かして事故るっていうことはなかったんですけど、非常に、緊迫した運転をした覚えがあるので、このクモ用のスプレー、これはなんか事前にやるやつ、なんか1ヶ月寄せ付けないとか書いてありますけど、これ室内用なんですよね。で外用のクモ、クモの巣にめがけてやるとか、クモを退治するっていうすごいでかいやつがあって、ただそれだと外には多分それが一番いいと思うんですよ、その車のところのクモよけにはね。ただ室内でってなると、雲が発生した時にそのなんて言ったらいいんだろうな、プシューってその雲にめがけてやる時、なんかアースジェットみたいなやつもそうですけど、犬を飼ってるので、なんか犬がこうクラッてしてしまったら嫌だなというところで、この事前タイプ、家でも使う用として使いたいと思い買いました。で犬の、ゲージとかで、なんて言ったらいいの、あれは雲と言っていいのかどうか分かんないですけど、雲ってこうお腹というか体がドンって昆虫みたいなのがあって足いっぱい生えてるじゃないですか。そうじゃなくて、なんか本当もう糸を集合させて糸から生まれましたみたいなちっちゃい細い白髪みたいな色のクモいません？あれをクモと呼ぶのかどうか分かんないんですけど、それをこの前犬のゲージを掃除してる時になんか見かけたんで、室内にもそういうクモが出る時期なんだというところで、これを買いましたよというお話なので、もうちょっと、蛾とかね、本当に蛾嫌いなんで、それで言うと今日7月20日でしょ、新日本プロレスがあるんですけど、新日本プロレスをずっと支えてきた棚橋ひろしという選手がいるんですよ。エースと呼ばれています。まあ、自粛期間中に太ったとかね、なんかそういうことで、話題になった選手なんですけど、その選手の2020年衣装がですね、非常に蛾に見える。僕からしたらすごい嫌だ、応援したいんだけど、すごい蛾に見えるというところで、それぐらい蛾が嫌いなんですよ。で、まあ蛾用の、スプレーというものが
あるんだったら、むしろ需要がないから作らないっていうぐらいだったら、僕はこのアース製薬さんの株を買うから、株主総会とかでそれを言いたいぐらい、ガー専用のスプレーを作ってくださいというところでございました。あとは紺の狐、間違ってないよね。はい、紺の狐、はい、とりあえずこれで3日間はしのげます。あとはなんか、何でしたっけ、なんかすごい安くなってたんですよ。洗濯槽クリーナーアリエール、あ、これだね。なんかパッケージが変わったのかな、よくわかんないけど、見えるかな、映ってますか、バーコードのところにね、景品って貼ってあるんですよね。景品用のパッケージなのかな、わかんないけど、なんかすごい安くなってて、100何円ちょっとだったと思います。だからとりあえずこれを2個買いました。その他飲み物とか、そういうものを買っています。で、旅のお供にウーロン茶というところで、本当は甘ったるい飲み物を、買いたかったんですけど、ちょっと体になんか今なおでね、ちょっとなんか変な感じの症状があって、気を使ってウーロン茶にしました。というわけで、帰りたいと思います。ちょっとその話はね、運転しながらしたいなと思いますよ。でね、ちょっと体の今変な違和感っていうのがね、さっきまで本当に何もなかったんですけど、なんかね、おへその下、膀胱なのかな、がなんかすごいキリキリするんですよ。で、なんだろう、例えば胃が痛いとかさ、お腹が痛いっていう時にさ、お腹の表面が痛いのと、お腹の本当奥底が痛いみたいな、なんか分かるじゃないですか、どの辺が痛いかって。で、非常にね、表面に近いところのおへその下膀胱が痛いんですよ。だから腸なのか膀胱なのか、でこれは何だと思って、自分の中でまだ解決してないんですけど、でもお昼過ぎに起きてトイレ行ってから気づいたんですよ。あ、痛いと思って、で、まあ膀胱だし、トイレ行った後から痛いから、なんか僕がパッと素人ながらに思うなんか怖い病気って、なんだっけ、尿結石みたい なんかいわゆるどっかに石ができちゃうみたいな、なんかそれが痛いのかなと思って、とりあえずそれを調べたら、脇腹からどうだっけ、背中とかなんかそういうところが、常に痛いみたいな、なんかそういうウィキが出てきたので、とりあえずそれじゃないということで一安心はしたんですけど、今ねこの姿勢だと痛くないんですよ。でもお腹を引っ込めようというか、お腹に力を入れようとするとキリキリってするんですよ。で、前かがみになったり、背中を伸ばしたり、まあだから逆反りだよねとかにすると、なんかキリキリするんです。だからどっちかって言ったら腸なのかなとかっていうのを思っていて、まあ小腸大腸とかその腸の仕組みを知らないからどっちとかは断言できないけど、とりあえず膀胱じゃない気がするんだよなっていう感じでも、非常に本当にその下腹部と言われる部分がすごい痛くて、で、まあ、原因を調査するわけですよね。で、身近なところになんか気づくところがあって、昨日ですね、昨日が19日は日曜日かなんか飲み物だけで過ごしたんですよ。なんか寝て起きたりいろんなことをしている間に、なんか食べてないやっていうことに気づいて、まあでもこれでもお腹空いてないし、まあ大丈夫かなんて思いながら、過ごしていて、深夜の2時ぐらいに眠たくなって寝たんですよ。だけど、お腹が空いて朝の6時に、起きました。で、残っていたカップ麺がごつ盛りの塩焼きそばっていう結構でかいやつなんですけど、まあ、カップ焼きそばを食べまして、で、まあ、朝からうわきついなって途中の方でこう後悔をしだし、ただまあ食べ終わり、食べてすぐ寝るのは良くないなと思ってパソコンに向かいながらですね、まあ、頭が回らないわけですよ。で、なんかこうちょっと糖分を取ろうと思って、通常であれば結構ごつっとしたものを食べてますから、ウーロン茶とかね、そういうもので済ませばよかったんですけど、なぜか500ミリペットボトルのなんか甘いコーヒーの、さらになんだ、ミルクとかじゃなくてね、生クリームでもなく、なんかモカみたいな、非常に本当に甘ったるくて、途中それも飽きるような味のやつを飲んでしまい、一通り過ごし、1時間もしないぐらいでまた睡魔が襲ってきたので、とりあえず寝ようと思って、寝ました。で、起きてトイレ行きたいと思って、トイレを済ませてからキリキリとしてるわけですね。なんか前日ほとんど食べずにいて、で朝からいきなり
ドカンというものを食べ、またその炭水化物を甘ったるいものでコーティングをしたせいなのかなとかっていうふうに思ってはいるんですけど、家を出る前がね本当に痛くて、なんかこう刺激されますからおしっこ行きたいって思うんですよ。でもなんかおしっこするのが怖いんですよ。痛いんじゃないかなとかってね。だからそっからずっとトイレには行ってないんですけど、ただこうスーパーに行って、立って歩いて、車に戻ってきて、なんか痛みは引いた気がする。だけどなんかちょっとまだこうゴニョゴニョといるんですよね、痛みがね、でなんだろうな、腸じゃないかな、どうなんだろう、なんか押して痛いというか、やっぱ腸の下、なんか膀胱な気がする、痛いの。怖いな、やだな、なんか急にそういう時になるとさ、病気とかいろんなこと考えますよね。まあというわけで、そんなことがありながら、自宅に向かって帰っているわけですけど、前回の新日本プロレス大阪大会から、次は名古屋だっけな、25日かな、ベルト戦があります、まあ、裏切りなどいろいろありながらどう変わっていくのかというところが非常に見ものなんですよね。離脱する裏切るメンバーは以上で終わりなのかどうか、そこだけが今気になっています。まあ、非常に応援している、その内藤哲也という選手がですね、裏切りにより、その裏切った先のメンバーがですね、まあ、本当は1対1の試合なんだけど、途中乱入してきて妨害して、それで相手が試合を勝ってしまうという非常に卑怯なやり方で、試合に勝ってしまっている中で、ベルトは失ってしまったんですけど、そもそも本人自体がそんなにベルトに執着していなくてですね、なんかまあ最初はベルトに興味あったんですよ。ベルトに興味あって、ベルト保持者がその団体で一番強いわけだから、東京ドームのね、年始にある一大ビッグイベント、そこでメインの試合を張れるはずだよねって思ってたんだけど、ベルトを持っている内藤という選手よりも、ベルトを持っていない、まあ、エース級の選手、人気選手が、メインの試合となってしまったと。まあ両方ともベルト戦なんですけど、その時内藤が持っているベルトの方が歴史の古いベルトだったんですね。ただ、新設された新しいベルトをその時の人気1位2位を争う選手が持っていたから、そっちの試合がメインにされてしまったというところで、そこからだいぶこう会社に対して運営に盾をつくというかね、なんかそういう姿勢が出てきて、ロスインゴというユニットを作ってからですね、彼がベルトを保持者だとしても一度も腰にベルトを巻くことなく、通常ね巻いて写真を撮るんですけど、たまにはベルトを投げたり、二冠というね、その伝統ある猪木とかの時代からあるベルトと、新しく平成に作られたベルトとっていう2冠なんですけど、それを両方とも引きずって入場してくるんですね。ただまあそんなにベルトに対して、執着はしていない選手だったんですよ。でまあ裏切って、ベルトを取ってしまった昔の同胞にですね、お前何やってんだこの野郎って言って、新たにそのお前が取ったベルトに挑戦させろよって言ってるのが、高橋ひろむという選手なんですけど、その人が仮にベルトを取ったとして、じゃあ内藤さん僕と一緒にやりましょうよって言ったとしても、多分内藤はなんかこうベルトを取られた側の人間ですから、なんかその辺プライド高いんですよね。でなんか自分がちゃんとベルトがない状態からもう一回こう登っていってね、そこで改めてやろうとかっていうタイプの人なので、まず先にその離反したイービルという選手との決着をつけたいんじゃないかなと思いますが、なんかねその内藤はねいいんですよ。内藤はどんな状況であれ何かこう目標を作ってなんかそこに向かっていけるんでいいんですけど、なんだろうな、まあもともとその人気もありますし、ファンはついてくるっていう確信があるからこそいろんなことできるんだと思うんです。ただ問題はね、そのロスインゴ・ベルナブレス・デハポンというチームにいる他のメンツなんですよね。まあ、2人ぐらいは離反しないと信じています。その高橋ヒロムというジュニアの選手と、高木慎吾という一番新しいメンバーで、まあ、高橋ヒロムという選手はその離反したメンバーがね、セコンドが介入してきて悪さをするっていう時にも助けに来てくれてますし、インタビューでもだいたい内藤さん内藤さんって言って慕っていますから、
まあ、裏切ることはないでしょうと。で、高木慎吾という選手ももともとドラゴンゲートにいた選手なんですけど、そっちでね、いろいろと裏切られ経験があるので、まあなんだろうな、裏切るっていう行為はしないでしょうね。その仁義を切って離れるとかっていうことはあったとしても、裏切るということはないでしょうと。で、残るは武士っていう選手とね、真田なんですよね。真田選手、真田選手はこうあまり口数が多くないですから、何を思っているのか、どう思っているのか、まあ、彼もそのベルトを巻きたいっていうタイプの方なので、今まではその内藤という選手が2冠を持ってるから、同じユニット内で挑戦するっていうことに興味があったのかなかったのか分かりませんが、今もうロスインゴの中にそのベルト2本はとりあえずないですから、またベルトに向かってポジティブに動いてくれればそれでいいんですけど、問題は武士なんですよね。ジュニアの選手で、そのジュニアで、ジュニアというのはこう100キロ未満の細い選手のことをジュニアと言うんですけど、それのベルトを持ってるのが同じユニット内の高橋宏夢というところで、そこのロスインゴ同士の戦いっていうのは今までなかったわけですね。でもちろんベルト欲しいわけです。武士も巻きたいんですよ。武士だけの、武士選手だけのその将来設計プランみたいなものを考えると、ロスインゴから一回離れて、どこに入ったとしても、なんかそういうきっかけを作るというのは非常にいいと思うんですね。ただそれをね、ちょっとこうまた同じような裏切りという形でやってほしくないというところですね。で、それがまさに今日7月20日、撮影日の6時半からですね、内藤、ヒロム、武士っていう3人のチームと、イービル、ディック統合、あと誰だっけ、石森かなとか、まあその離反したメンバー同士でまた戦うんですけど、その時に武士に裏切ってほしくないなという気持ちでここ数日過ごしています。で、試合を純粋に楽しめるというよりかは、こうハラハラドキドキ、人間の物語をちょっと気にしながら過ごしているという状況が続いています。というわけで、そんな今日の夜は気持ちが晴れやかになれば、この動画をすぐ編集し、翌日に公開するでしょう。もし思うような試合結果というか、ストーリー、描いたストーリーとは違うということがあれば、動画を出すのが遅れる、またはボツにする、そういうことも十分にありえます。それではシャクルでございました。また明日、ごきげんよう、バイバイ。